注目のコース争い、大外枠の前元が動いてきています。3枠近くには高枠勢もつけての待機行動。 G1 宮島チャンピオンカップ4日目の攻防も終盤戦。カードは第10レース予選競争。1号艇石野孝之、2号艇小坂直也、3号艇今垣幸太郎、4号艇下條雄太郎、5号艇古賀茂樹、6号艇前本康和、以上6名の対戦です。さあ1号艇そして6号艇がへさきを向けました。1コースは1号艇石野孝之、今日1回走り準優へは3着以上で現在のボーダーを上回る状況。2コースに潜り込んで6号艇前本康和、展示タイムはよく出ていました。現在得点率は3位タイ、もちろんここも気は緩めません。3コース中段の位置で2号艇小坂直也、3艇引いて4コースからは3号艇今垣幸太郎、ここは1着勝負、部品を変えて登場。5コース4号艇下條雄太郎は準優へは4着以上が条件。6コースは5号艇の古賀茂樹です。体型並びともに変わって2対1対3人気の石野の陰線、角は3号艇の今垣、第10レース進入インコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。6号艇立ち遅れた。好スタートは3号艇今垣、今垣が寄せていく。1、3倍を飲み込んで3号艇がまくっていく。4号艇外行った。さあ1マークでアクセントがありました。さあここはまくった3号艇今垣が先頭に出て早くもリード。そして1号艇石野が2番手追走。その後ろは6番と4番が並んで後ろ大きく開いて5番。そして1手アクセントがありました。スタートは正常。2マークトップで3号艇。おっつけてきた6号艇をかわすように回って1号艇懐ついて4号艇でホーム側に帰ってきています。お知らせいたします。2番小坂直也は失格となってしまいました。レースは2周目です。1マークには時効艇とレスキューがありまして、それを避けての構想となります。2周の1マークトップで3号艇の今垣幸太郎。2番手は1号艇です。石野孝之。3番手が4号艇の下條雄太郎。4番手が6号艇前本康和。5番手最後方が5号艇古賀茂樹となっています。一定アクセントがありまして、残って走っているのは5艇。これから2周の2マーク。3号艇、1号艇、そして4号艇の順に折り返してきています。上位の体勢は3番、1番、4番で、レースはこれから最終周回です。先頭は4コース角からトップスタートを決めて、1周の1マークはまくり解消でした。3号艇の今垣幸太郎。見事1着条件クリアとなりそう。そして1号艇石野孝之が2番手追走。3番手が4号艇の下條雄太郎で、上位の体勢は3番、1番、4番です。このまま3番、1番、4番で決まりますと、3連単のオッズは 46.7 倍です。それぞれ後方に大きく水を開けての体型では3番、1番、4番、間もなくゴールを迎えます。第10レース、先頭、3番、ゴールイン。1番、ゴールイン。4番、ゴールイン。6番、ゴールイン。ラストで5番、ゴールイン。なお、2号艇の小坂直也は失格となっております。